人生は祭りだ、わっしょーい。しまこです。今日もありがとうございます。はい、今回はですね、ドリームズカムトゥルーさんの晴れたらいいねを生配信で歌わせていただいたものを切り抜きしてお届けしたいなと思うんですけれども、はい、ちょうどね、明日日曜日になると思うんですけど、この山へ行こう次の日曜っていう、その日曜日をなんかが入ってくるのであのタイミング的にはちょうどいいかなと思っております。そしてね、梅雨時期に入ってまいりましたので、この晴れたらいいねっていうのがね、いろんな意味でそのね、外が雨でも心の中はね、もう太陽ありますけどもね、その太陽ひまわりのようにね、過ごせたらいいなという気持ちも込めて、今日はこの曲をお届けしたいと思います。で、曲の前後のね、 MC もそのままちょっと切り抜きしてあるんですけど、ちょっと歌った後ね、審議というかどうなんだろうって話になって、この曲ね、結構世に出てる歌って恋愛ソング、ラブソングが多いですけれども、この歌に関しては私は子供の時には普通にただ恋愛のソングだと勝手に思い込んでいたんですけど、大人になってね、最近歌わせてもらうようになった時に、歌詞から両親に向けた歌だったんだなって思ったんですよね。で、この切り抜きをした時って父の日の前日だったんですね。で、メンバーシップの方から、お父さんの歌でググるとこれが出てきたよっていうことだったんですけど、でも私はなんかお父さんに限らず両親に向けてかなとかね、いろいろね、その後トークで話してたんですよね。はい。そんなことも含めまして、歌詞をね、聞いていただいて、これは誰に向けた歌なのかなっていうことも考えながら、ちょっと聞いてみてもらうと、また、いつもとは違う楽しみ方ができるかなと思いますので、ぜひ、聞いてもらえたら嬉しいです。それでは、しまこライブに行ってらっしゃーい。ごろにゃーごー。ねえ、週末はどうですかね。雨模様だったとしても、心は晴れマークで参りましょう。では、今日も本当にありがとうございました。晴れたらいいねー。山へ行こう次の日曜、昔みたいに雨が降れば川底に沈む橋越えて、胸まで歩く草分けてぐんぐん進む背中を追いかけていた、見失わないように抱えられて、わたった小川今はひらり飛び越えられる、ふう一緒に行こうよ黒板幼稚園最後の日は爪に赤いインクをこっそり塗った、私誓って泣かせたあなたにも肩が並んで、人並みには恋だてしたよ、お茶も
れたらいいね、一緒に晴れたらいいね、晴れたらいいね、ありがとう。はい、ドリームカムズ、ドリームズカムトゥルーさんの晴れたらいいねお届けしました。ありがとうございます。イエーイ。はい、なんかとてもね元気が出るいい歌ですね、本当にね。この歌もね、ハマってましたね、ハマってずっと歌ってましたよね。はい、配信で結構オープニングに歌ってた記憶がありますけれども、はい、ありがとうジャンです、ありがとう、みんなありがとう。わあ、キラコメがすごいことになっていた。キラコメがすごい、わー、あーあー、トキちゃん、ありがとう。ハッピーニャンネル開局記念。もうさ、番組始まった記念とかさ、チャンネル開局とかいっぱいお祝いで、すぐに終わってることが多いから、ね、始める詐欺みたいになってますけど。でも、ありがとうニャンネル、ありがとうニャンネル、トキちゃん、ありがとうニャンネル、ありがとうニャン、ありがとうニャン。そうよね、トキちゃんのアイコンも猫ニャンですもんね。ね、ハッピーニャンネル貸してて、ありがとう、ナイスパー、トキちゃんナイスパー、ありがとう。ありがとう。みんなキラコメありがとう。すごい賑やかだな。ムーちゃん、太陽しまこちゃん、明日は晴れたらいいね。そうだね、そうだね、そうだね。はい、ハッピーニャン、人気者にゃん。ねえ、人気者にゃん。ということで、あ、もうね、10時になりました。それでは、素敵な夜、ね、ゆっくり、まったり、本当に心地よく、過ごしてくださいね。ね、自分の信じたものが、現実になっていきますからね。本当に信じていることが現実になっていきますからね。だからさっきの私のお腹痛いのね、あっちゃんも言ってましたけど、何か やるときって緊張するとお腹が痛くなるんだよねっていうのを私ね、本当に合言葉のようにいつも言ってるんですよね。だからそう、子供の時からずっとそう思ってるので、やっぱそうなるんだでしょうね。だからどうしてもね、あ、全然痛くないっていう気分に なっても、気分になったとしても、その心の中でいや痛くなるよねっていう心が どっかあるんですよね。今痛くなってるってことは、そう心の中でそう思ってるんだろうなっていう答え合わせですからね。今答え合わせは今体験してるわけですから、もう一目瞭然ですよね。今困ってることがあるんだったら、あなたの中にそう信じてるものがあるから今来てるんですよっていうのは、そうチェックしていけばいいんですよね。本当、あっちゃんその通りでございました。はい、ありがとうございます。はい、意図的に引き寄せる方法でやんすね。そうそうそう、それでやんすね。それでやんすね。はい、お父さんの曲でググったら出てきたよって、晴れたらいいねがお父さんの歌なんだ。あ、だから彼の話も聞いてねとかなんですね。あ、私両親に向けてかなと思ってました。はい、あ、そうなんだ、お父さんに向かって。あ、なるほどね。はい、ね、そう、でもなんか、でも歌詞の中なんですけど、その幼稚園最後の日は爪に赤いインクをこっそり塗って私を叱ったって、なんかそれってお母さんっぽいなって思ったのと、で、塗ってこっそり塗って私しか、私しかあって泣かせたあなたにも肩が並んで、で肩が並ぶっていう風になってるから、これはお母さんも入ってんのかなとか思って、お父さんと肩並ばなくない？私実はお母さんにさえ並んでないんですよ。お母さんとも10センチぐらい身長違うので、私が小さいので、そう、お母さんと妹はね、妹の方が大きいのかな、お母さんよりも妹の方が大きくて、私お母さんよりさらに10センチぐらい低いんですよね。だからね、全然誰にも肩は並ばなかった。肩は並ばず。態度だけ並んでますけど、態度だけ3倍になってますけどね。はい、ハッピーニャンもシマンチュの一員です。あ、なんていいこと。はい、シマンチュです。ハッピーニャンもシマンチュ。あ、今聞こえる？
トイレの砂。ガリガリやってるでしょ、トイレの砂。あ、終わったところ、終わってた終わりの隠すと隠す砂だった。はい、ふーでボスちゃん、ふーイエーイ、晴れたらいいね、晴れたらいいね。はい、ということで皆さんいい時間を過ごしてください。明日もね、素敵な日になりますように。またライブ配信もしていきますのでお楽しみに。はーい。あっちゃんね、私の代わりにね、してくれましたね、ハッピーニャンがね。今日はね、地面が濡れてたのでね、お散歩を途中で撤退したんですよね。なんかいつも穴ほじくって、土とか穴ほじくってね、やりだす。はい、長らく、お聞きいただきまして、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。いかがでしたか？いかがでしたか？どう思われましたかね？はい、まあ、どちらにしてもとてもね、家族、ファミリーね、その、楽しい、こう、長年、こう、まあ、家族であり、仲間であり、長年、一緒にいたからこそ、の、なんか、思いっていうものってありますよね。うん。なんか、その、何かしてもらった、したっていうことではなくて、うん、自分が、こう、うん、自分がこうできる喜びみたいなものをこの歌の中には入っているような気がしましたね。うん、そのまあ親子だからこそかもしれないんですけど、やっぱり最初はもうほとんどしてもらうことばっかりですよね。もう逆に言うとね、もうその育ててもらわないと生きられないっていう。で、ところが人生のスタートになるわけですけど、だからこそ何かをできるようになった喜びっていうものも、感じる、のかなって思いました。はい。あ、そうだ。それではここで皆様からいただきましたコメントをご紹介したいと思います。イエーイ。コメント。それでは今回はですね、どれにしようかな。前回が野に咲く花のようにのコメントを読ませていただいたので、その次ですね、その次の、あ、これ父の日の前日かな、メンバーシップライブの方で歌わせていただいたパパ、プリプリさんのパパの切り抜き動画の方にいただいているコメントをご紹介したいと思います。はーい、いただいてたんですよね。ありがとうございます。どうしようかな。じゃあ順番にお読みしようかな。ちょっとこのパパはね、たくさんいただいておりますね。では、読みしたいと思います。石井ゆきひろさんでいいのかな。はい、おはようございます。しまこさんのパパは偉大ですか？父の日のプレゼントにプリプリのパパですかとか言ってありますけれどもね。偉大ですか？パパ、そもそもね、パパって呼んだことがないですね。なんか、パパって言うとまた全然別の生き物みたいな感じがしますね。お父さんとパパってなんか、私の中ではなんか、別な感じがしますね。パパってなんか感覚的にちょっとフレンドリーな感じなのかなーって。まあ時代もあると思いますけどね。そのまだ私は昭和からの人間なので、お父さんっていうと、やっぱ昭和でお父さんっていうと、ちょっと威厳がすごくね、ありましたよね。だからこう偉大ですか？なんか、うん、やっぱ威厳ありましたよね。その子供の時はちょっとお父さんはちょっと一目置くというか、ちょっと怖いっていうのはちょっとありましたよね。ないですか、そういうのね。全然優しいんですけど、今思えば優しいんですけど、やっぱりその家族全員が何かこういう要の時はお父さんっていうのがあってね、もし悪いことをして、それがかなりの悪いことに、
本当にレベルが高い悪いことだとお父さんに言われるみたいな、お母さんからお父さんにね言われてお父さんに叱ってもらうよみたいな感じもあったりしたので、ちょっとねやっとするところありましたね。うん。まあ今ちょっと時代的にだいぶねフランクに軽くなってきてるので、今のお父さん像とはちょっと違うのかなと思いますけどね。まあ今40歳になって見ると本当に、なんだ、かわいいらしいですね、お父さんはね。はい。ということで、ちょっとお一人読むのに結構な時間を取ってしまいましたので、今日はこのくらいに、しておきたいなと思います。またね、おいおいご紹介、コメントをしていけたらなと思います。また今日のね、ライブの切り抜きも、よかったらね、楽しそうだなーって、うん、そんな楽しいひとときをね、一緒に過ごせたらなーとか言ってね、思ってくださった方は、ぜひぜひ、メンバーシップ、シマンチュ。シマンチュっていうのはね、この、シマコの部屋、シマの宝っていう思いでね、シマンチュっていう名前を付けさせていただいておりますけれども、概要欄の方からね、概要欄。シマンチュの、メンバーに入る URL も書いてありますので、ぜひね、よかったら、このコメントをすべて、お読みしておりますので、メンバーの方のコメントをすべてお読みしながら、コメントトークの動画をアップしたりとか、最近アップさせてもらっているような、生配信ライブも定期的にやっておりますので、一緒にね、楽しい時間をまた過ごせていけたらなと思います。それでは、今日はたっぷり長くなりましたけれども、最後までお付き合いいただきまして、最上級のありがとうございます。それではまた、素敵な週末をお過ごしください。今この瞬間に心地よくいること、その繰り返しがまた心地よい現実をね、連れてきますので、そんな時間をね、過ごすベースになるような、そんな、うん、心地よさってこういう感じだったなとか、そういうのをね、少しでもなんか思い出してもらえるような時間を一緒に過ごせたらなと思っております。やっぱりこの現実とか作っていくので、自分の心、マインドがすごく大事ですよね。自分のマインドが現実を作っていく。うん。それは、もう、法則としてありますけれども、その理論とか、そういった、机上の、勉強するっていう、そのメカニズムを知ることもとても大切だけど、一番大事なのは、その、理論を知っているかどうかではなくて、今どういう気持ちで過ごしているかっていう、そこが、できていないと、どれだけ知識を詰め込んでも、うん、全く意味がないので、それなら、全く知識がなくても、いつも心地よく過ごしている人がどれだけいい人生を送れているかなっていうことにも繋がってくるので、せっかく、そういう風に現実は作られているんだなって、今この瞬間の気持ちが、だんだん形作られて現実になっていくんだなっていうことを、せっかく知れたんだから、じゃあ今すごく心地いい時間を、過ごす、そっちの方をね、一緒にやっていく方が、とってもとっても、身になっていくというかね、本当に、そういう現実がね、日々、起きていくと思いますので、そんな、時間を一緒に、これからも過ごしていきたいと思います。はい、それでは、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。素敵な、夜をお過ごしください。いい一日にまた明日もなりますように。ではでは、人生は祭りだ!わっしょーい!どうもありがとうでした!ごろにゃごー!じゃあねー!